50% の確率でプロ野球選手になれる法則。おあるんですか。あります。いやそんなこと言ったら全国の高校球児半分プロ野球選手になれちゃうじゃないですか。高校からじゃちょっと遅いかもわかんないです。遅い、はい、もうちょっと早めに小学校、まあ、中学年ぐらいからスタートしたいですね、このやり方で。じゃあ言いますね。はい、お願いします。じゃあ小学校中学年生としたら、はいはい、ポジションはピッチャー以外やるな。ピッチャー以外やるな、これです。そうなんですか。はい、もうピッチャー以外やっちゃダメです。なんでかっていうと、一、はい、つのドラフトね、だいたい100人ぐらい取るんですけど、はい、ピッチャー50人取りますから。あ、50% ピッチャーなんですよ。そっか、半分ピッチャーなんだ。半分ピッチャーなんですよ。ポジションもピッチャーって1チームで、うん、30人ぐらいいるんで、でしかもピッチャーだけが唯一、うん、プロ野球選手になれるための条件があるんですよ。これさえクリアしたら絶対プロになれるっていう。お、なんですか。